ちらのリビングダイニングで広さ約15畳となっております。とても広々としたリビングですね。設計ポイントはありますか？はい、今回の設計ポイントはこちらの肩流れになったハイレフになっております。サイアスフォームでは標準が2m60cm となっておりますが、そこから 80cm 上げた 3m40cm の高さに設定しております。なるほど、天井高を上げることでさらに開放感のあるリビングになっているんですね。続いて和室をご紹介します。和室の広さは約4畳となっております。こちらの設計ポイントはありますか？はい、今回和室の床の高さを上げることで下を収納にし有効活用しています。収納スペースとして利用できるのはいいですね。はい、またこちらに扉付きの収納もご用意しており、お布団などを収納することも可能です。また隣には床の間も設けております。またこちらの扉は先ほどご紹介した玄関につながっております。このように玄関につなげることで来客があった際もリビングを通さずに和室にご案内することができます。またこちらには間仕切りの戸を3枚収納しておりますので、個室としてご利用することも可能です。続いてキッチンをご紹介します。キッチンの方が 5.5 畳の広さとなっております。今回は対面式のキッチンを採用しておりまして、使い勝手がいいようにぐるぐると回れる設計となっております。そして収納の方もスライド式になっておりますので、いろいろな種類のものを収納していただくことができるようになっております。また後ろの方に可動式の棚もついておりますので、見せる収納もできるようになっています。そして今回お客様のご要望で面台の方を大きくしているのですが、このようにすることでお料理中の材料を置いたりすることもできるので、使いやすいキッチンとなっております。続いて主寝室をご紹介します。主寝室は広さ 6.2 畳となっており、ベッドを置いても余裕のある広さとなっております。またこちらの扉を開けますと、ファミリークローゼットとなっており、身支度も簡単な動線となっております。またサイアスフォームでは壁と天井に標準で漆喰を使用しており、この漆喰には調湿効果があるため、夏でもエアコンが効きやすくなっております。続いてキッチン横の子供部屋をご紹介します。子供部屋に入る前の廊下の方にはトップライトを設置しており、より明るい空間となっております。扉を開けて子供室に入りますと、広さは 4.4 畳となっており、今回全個室の窓にこういうアルミ格子を入れることで防犯面にも配慮した作りになっております。またサイアスホームでは断熱材にタンクコルクを使用しており、天井はもちろんのこと壁の方にも使用しているので、夏は涼しく冬は暖かいお家となっております。
1.3 畳のトイレになっております。今回は上半分が漆喰、下半分はタイル仕上げとなっております。こちらのランドリールームが 2.3 畳の広さとなっております。床はタイルで仕上げておりますので、水跳ねも気にならないランドリールームとなっております。浴室は一坪タイプが標準の大きさとなっておりまして、今回はランドリールームのタイルの色と合わせて浴室のタイルの方もクリーム色で合わせております。そしてランドリールームの奥の方には物干しスペースをご用意しております。こちらの方で洗濯物を乾かしていただいた後に、向こうの方にあるファミリークローゼットで洗濯物をそのまま収納することができるようになっております。そして今回お客様のご要望でキッチンの面台の部分も大きくしているのですが、このようにすることでお料理に使うまた再安ホームでは壁と天井の方に標準で漆喰を使用しており、調湿効果があるため夏でもカラッと、